アナグマ鍋でございます。おいただきましょう。まずはスープから。いやー、これはね、タヌキを食べた後の私だから言えることですけど、見た目はね、なんかずんぐりむっくりしてちょっと似てる感じしますけど、味わいは全然違う。アナグマはあまり主張が強くないですね。繊細な味、獣臭がしないってことですね。簡単に言うと、ほのかに奥の奥にほわっとちょっとね、アナグマの香りがするんですけど、ほぼね感じないぐらい繊細ですね。溶け合ってますね。これは繊細な味だわ。美味だわ。美味です。美味です。あ、アナグマの毛。皆さん、ジビエ料理を食べるときに毛のことを気にしてていけませんよ。毛をかき分けて食えと、それがここの流儀です。それではいただいていきます。さあ、これはアナグマの脂身なんですけど、プル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 といきましょう。なんて上品な味わい。一言言いましょう。癖が一切ない。ジビエといえば癖を楽しむと言っても過言ではないでしょう。それがないんですよ。不思議としか言いようがないですね。もうね、タヌキと違いすぎてもうびっくりっす。いやー、ほんとこれでね、肉を鍋に入れた日はどうなっちゃうんだろうと思いますね。もうアナグマ鍋でした。これね、尻尾ですけど、めっちゃ繊細。どこの部分もアナグマはコラーゲンがすごいけど、そのコラーゲンがなんかね、変な匂いとか香りしないんですよ、一切。食べやすい。アナグマがうまいって言われるのはほんとよくわかりますね。これも食べれば食べるほど実感するしかない。すごいごちそうですよね。これは心臓です。これは、ね、これは分かる。それではメインディッシュの2つ目、アナグマの内臓串焼きです。これはおそらくですね、上の部分が腎臓で、2段目が心臓だと見ています。それでは早速行ってみましょう。怖い怖いやばい、怖いな。ちょっとここまで大丈夫だったんだから、いけるぞ。
れこれはね、なんだろう、あ、え、魚の干物みたいな味する。じゃあそういう意味ではね、ちょっと癖があるんですよ。何かの魚の干物みたいな味しましたね、今の腎臓は。ただ不快じゃないんですよ。ただもう一つ重ねるならば、まず味わったことないんですよね、これあまり。内臓はこれ間違いなく食べれない人、いや、いますね。これ私もジビエのレベルをね、ワンステップワンステップ上げてきたから食えてますけど、このね、癖があるのはね、うん、誰もが食えるわけじゃないでしょうね。新しい食に挑む人もね、勇者ですよね、昔の人もね。すごいっすよ。ドキドキしますもん。じゃあレバー、いってみましょう。うん、うん、うまい。うん、レバー、レバーって味です。うん、濃厚だな。じゃあ下のこれは肺でしょうかね。ちょっと一口いってみましょうか。うん、下の方がなんか食感がよりレバーな感じするんですけど、風味とか味わいはほんと癖がなくて、そのまますっといけちゃいますね。むしろ香りがいい。あの、まあ、焼けてるっていうのもあると思うんですけどね。いやー、穴熊さんはね、もう内臓までしっかり美味しいですね。繊細です。それでは最後のレポートです。いよいよ核心部、心臓をいただきます。私はあの結構ハツ好きな人なんですよ。焼き鳥の具、焼き鳥でもハツが一番好きやぐらいなんですよ。ハツってあんま癖ないんですよ。これもそうでした。うん、最初はね、なんかこうほわっとね、ハーブ的な匂いが、香りがほわっとするんですけど、しっかり味わうと臭みとか一切ない。はあ、これこそね、アナグマさんの命をいただいたって感じしますよね。本当にごちそうさま。